トネ・ミルンは、イギリスの鉱山技師、地震学者であるジョン・ミルンの妻。旧姓は、堀川トネ。日本人の身でありながら、当時の日本としては、珍しい国際結婚で、ミルンの妻となった。ミルンの東京滞在時は、日本語の文献の翻訳、日本の歴史の調査などで、ミルンの地震学研究に助力した。結婚するまでは、周囲から、いわれのない差別を受け、 ミルンとの出会いの後も、結婚に至るまで様々な障害に阻まれ、永住を覚悟で日本を離れるなど、波乱万丈な障害で知られている。江戸地函館で、道の九国川内村出身で頑丈寺の僧侶、堀川上京の長女として誕生した。堀川上京は、水不足に悩む函館市民のため亀田川を市街地まで引き込む疎水の建設を主導した人物で、あり、 後年に一家が名乗った聖、堀川とは、その川の通称である。父の上行は仏教の教えに基づいて、人々に尽くしたことを説いた。トネはその教えのもと、女の身でも男性同様に夢を抱いて生きることを志した。トーマス・ブレイキストン当時の函館は貿易港として開かれていたため、国外から函館に居留する人々も珍しくなく、トネの少女期には近所に、 イギリス人の貿易商人であるトーマス・ブレイキストンが住んでいた。ブレイキストンはトネに英語を教え西洋文化を紹介するなど少女期のトネに対してジップ以上の影響を与えた。1872年、ブレイキストンの勧めによりホーレスケプロンの推進する東京府の開拓士カり学校を女学校に入学した。日本中からの応募者の中から学力、 人格、財力、家族関係など厳しく審査された入学者たちが集い、北海道からは6人、平民は、トネを含めて2人だけだった。入学式の日の自己紹介で、貴族や上流家庭出身の女生徒ばかりの中、トネは当時まだ生を名乗っていなかったことで早速、格好のからかいの的となった。平民の上におとなしい性格もあり、トネは、肩身の狭い思いを続けた。 教理宛の手紙では、その辛さをひた隠しにし、元気な様子を装っていた。しかし、女学校の札幌移転が発表された直後より、トネは急激に体調を崩し、移転後の祝賀会でついに倒れてしまった。その後も授業中も集中できず、教員たちからも睨まれた。ついには、生涯治らぬ脳の病にかかり、精神作乱に陥る。 学科に従事することをおぼつかないためとの理由で退学を命ぜられた。悲嘆に暮れて家を帰るトネを家族たちは優しく迎えたものの、トネは脳の病とあらぬ理由をつけられ泣き寝入りの日々が続いた。やがてトネは実家での生活で徐々に体調と心を回復させていった。しかし、脳の病で女学校を退学させられたとの噂は街中に広がった。 それまで、親しくしていた人々は、一変して、脳の病がうつるなどと言って、辛く当たるようになった。後に、トネに縁談が来た。相手は呉服屋の男性であり、トネに洋服を着せたらさぞ似合うだろうというのが、見染めた理由であった。しかしトネはその言葉に、女性は、着せ替え人形じゃない。私は、飾り物じゃない。女を、 自分の所有物とみなすような人は好きになれないと、縁談を断った。このことは、またしても町の噂となり、呆れてものが言えない、やはり脳の病なんだろうなどと言われた。誹謗中傷が続き、トネは地元ですら疲弊する生活を送り続けた。ジョン・ミルン1878年、最大の理解者であった父の上業が死去した。トネは、同年の父の月命日への母さんの折に、 ブレーキストンに出会い、この時偶然にもブレーキストンがジョン・ミルンを連れていた。これがトネの生涯の伴侶となるミルンとの出会いであった。ミルンとトネは初対面から互いに好印象を抱いた。トネは英語の読み書きができたこともあり、ミルンと親しい間柄となった。その後、ブレーキストン家で開催されたパーティーにおいて、ミルンとトネはさらに親密さを増した。ミルンはトネに 自分は仕事で函館を去らなければならないが必ずまた函館に来ることを約束しそれまでの間の文通を申し込んだ通常通の文通を経て翌1879年ミルンは約束通り再び函館を訪れてトネに再会したトネがミルンに函館への来訪を歓迎するとミルンは私は函館ではなく あなたのいる場所に来たのです、と告げた。トネは一年間悩んだ挙句の答えとして、自分が脳の病との理由で女学校を退学させられたことをミルンに告白した。ミルンが真実を知れば、もう自分を相手にしないかもしれないとの覚悟であった。しかしミルンはトネを優しく理解し、自分もまたスコットランド人のために、イギリスでは差別に遭い、それと戦いながら、 現在の地位を得たこと敬意を話し、トネにも過去を踏み台として、より前進することを勧めた。自分を優しく理解してくれるミルンは、トネにとって、もはやかけがえのない存在となった。そして、ミルンは、自分が地震と火山の研究に明け暮れていることを話し、英語の私塾を志すトネに、二人で生活を共に、しませんかと誘いかけた。これが、ミルン流の求婚であった。 1880年、ミルンは東京へ転居し、日本地震学会創設のための多忙なみとなった。トネはミルンに尽くす決心をし、東京へ転居してミルンと同居生活を始めた。東京でのトネは、日常生活に加えて、日本語の文献の翻訳、日本の歴史の調査など、陰ながらミルンの地震学研究に助力した。トネはミルンの妻として、 トネ・ミルンを名乗ったが、トネは寺の娘で、仏教徒、ミルンはキリスト教徒という宗教の違いなどが障害となり、役場に届けを提出することができず、当時としては珍しい事実婚であった。やがて日清戦争を経て、日本では排外意識があらわとなり、国外のものを排除する動きが強まった。そのためにミルンは日本を去る決心した。当時、 親とい外国人と日本人女性との恋愛は、そのほとんどが、非伝に終わり、男性と、別離した女性は、羅斜面として差別されていたことから、トネはミルンが日本を去ることを辛く感じた。しかしミルンは、日本でやり残したこととして、トネとの結婚届を出さなければならないと告げた。1895年、トネとミルンは、事実婚から14年目にして、正式に夫婦の席を入れた。 国際結婚もまた、当時は全く異例のことであった。同1895年6月、トネはミルンと共に多くの人々に見送られて日本を経った。イギリスには永住する覚悟を固めていたイギリスでは、ミルンは地震観測の最適な地としてワイト島に住んだ。トネは日本への暴挙の年が募るものの、ミルンの深い理解と愛情に包まれて過ごした。 ミルンはトネを一人の女性として扱い人間性を重んじたことからトネは日本人と結婚していたならこれほどの幸福感は得られなかったろうとの思いであった。またミルンにとってもトネによって彼の人生が有意義になり自信学に没頭できるのはトネがいたからこそであった。毎年までのトネは 慣れない異国の地の生活に苦労しながらも、お茶の時間を陽気に取り仕切るなどして生活した。函館で英語を身につけていたにもかかわらず、現地の知人の証言によれば、英語はあまりわからなかったようだというが、それでもしきりにしゃべり、冗談を言っては周囲を笑わせ、周囲の者たちは、トネが何を言おうとしたかを当てようとするなどでは来たった。 イギリス人であるミルンほど社交性は広がらなかったが、ミルンからは常に愛情と思いやりをかけられていた。1913年、ミルンが63歳で死去した。トネは子宝にも恵まれず、天外孤独の身となった。トネの他に、ミルンは東京から日本人協力者をイギリスに連れてきていたが、その協力者も病気で帰国していたため、身近に日本語を理解できる者も,もいない状態となった。 夫の眠る土地を離れるには忍びなく、その後も、ワイト島で、ミルンの家で暮らし続けた。ミルンの没後は、ミルン家を訪ねる者も徐々に減った。トネ自身、言葉の問題もあって、日常生活は徐々に困難になった上に、体調も崩しがちになった。しかし、ミルンの遺言により、収入は十分に保障されており、そうした亡き夫の心遣いも、 トネへの慰めとなった。第一次世界大戦を経て1920年、トネはミルンの威発を携えて25年ぶりに帰京した。1925年1月30日、函館の湯の川通りの自宅で64歳で死去した。夫妻の母妃は函館三福の本願寺函館別院の墓地にミルンの弟子、田中立愛吉らによって建てられ、 夫、ミルンの威発と共に葬られている。函館出身のノンフィクション作家である森本貞子は、トネミルンの生涯に関心を抱いて、取材、執筆。1981年に、女の開口トネミルンの青春を、文芸春秋社から出版した。一時は、絶版となったものの、絶版を惜しむ市民の声を受けて、五稜郭タワーが、半剣の譲渡を受け、 市内の幻用者の編集、制作により、1994年に復刊された。ありがとうございます。